この長大な陣はいただけない。分断してくれと言っているようなものです。五は中央に駆け落ちかけるでしょう。早く純粋に伝えないと手遅れになります。こんなところにも敵がいやがったか。帰や鈴の観念様が相手してなさい。言うとならん。その感じ忘れない。先に駆け部隊を出す。で、俺は
安心しているのですよ。この首もらい受ける。いざ超支流。編成を準備ができたら、あえて敵の家系を許します。その後劉備殿死亡の技法を流しつつ交代、復兵地点へ敵をさせれば、あとは報復の時間です。あの者は私の策を乱しか、先に始末した武器か。超支流プリン勝ったと思うなよ。敵将打ち取ったり、その武器受けてよ。その首もらい受ける。いざ。さすがですね、頼りがいがあるって感じです。
飛竜主義法の鮮やかな賭け見てろよ。敵の動き何か不自然ですね。警戒を怠らずに進みましょう。賭け部隊が来たら奴らを移動し火をつけさせます。たった一人で動く。まだ気力の餌食になりたいらしい。感心しているのですよ。この陸白猿がお相手します。座りたいですよ。家計に頼らずとも勝敗は見えた。進め、もうこの木まで食を食らい尽くすのだ。次にお会いした時はこうはいきませんよ。敵将討ち取ったり。たった一人で動く。我が知略の餌食になりたまし。ダメか。ダメだ。どうしようもない。あなたに。見てみよう。
能ながらお見事な武勇。策は出番もありません。ちょうどいい。我が知略を知る。試させてもらおうか。この挨拶です。手を貸してくださいませんか。勝負を所望する援軍だって助かった。この辺の敵一つ頼むよ。などに負けるとは、奴らの恨みの深さ、甘く見ていたか。